今日3戦目、前の2試合きっちりと押し取れてんで、なんか全勝するつもりでやってんで、今日の大家さんに絶対負けないですよ。必ず勝ちます。早口選手の公式戦なんですけど、いかがですか？さあ両者の試合を決めるということで、英語グランドスラム公式戦、早草対大矢久勝です。もう早くも名勝負数えると言われているこの大矢戦なんですけども、とにかく本当にやりにくい相手ですね。攻めても攻めても裏を返ってくるというのがありますから、オールラウンドスタイルと言いますか、実際この時はかなり僕も体調悪かったですからね、はい、なんとか。この左肘の状態を見ただけでもコンディションというのは分かりますけども、そうですね、この時ほとんど左肘が動かない状態でしたし、この時ほとんど動かしてますけど、左肘に加えて少し膝、はい、まあ、リング上の早草選手の姿を見る限りでは、もう左肘の、ね、包帯はもちろんそうですけども、それ以外は全く感じさせないんですが、この大矢戦というのはこの、まあ、テクニック重視、当然そういう試合になるんでしょうけども、それだけにまたこの全身のコンディションの悪さというのはもうもろに響きますね。そうですね、やっぱりこうやっぱり怪我してるなと思ったところが下見できますしね。その点は厳しいですよね、やっぱり、はい、あと前に入りづらいんですよ、非常に。はい、なるほど。懐が深いと言ってもいいですね。結局こっちが押していったら引くし、はい、引いたら押してくれしっていうか。なるほど、ほうほうほう、まあ、高難時代の相手のレスリングに合わせられるというか、そうですね、それが自分のスタイルなんだっていう感じでですね、手応えがないっていうやつですかね。なかなか攻めているつもりがいつの間にか大矢選手のペースに入ってしまったりとか、そうですね、はい、でこういうグラウンドのテクニック一つ取ったって非常にこうやっぱり基本ができてますから、確実ですね、きっちりと取ってきますしね、はい。さあ全く手を取り返します。左腕ですね、やっぱり。そうですね、大阪大会の前もやはり痛み止めの注射はされたんですが、この時は取りました。例えば試合前に痛み止めの注射をする、その効力というのはこれどのぐらい続くものなんですか？大体2時間ぐらいだっていつも言われますけども。なるほど。だんだんやっぱり効く時間というのは短くなってきますし、はい、あと、まあ、こうやって動くとですね、はい、本来は運動せずに安静にしていて、その効果があると。ただもうこうやってリングに上がった以上はもう、ね、そういうことは言い訳にしかなりませんから、ね、はい、単発でそばと聞いてました。ああいう相手の裏をかくような動きっていうのもこっちがやっていかないとですね、はい、本当にいいようにペースを持ってかれるっていうのが分かってますからね、いろいろと考えてやってるつもりなんですけど、お互いに先の読み合い、行って先見て先の読み合いと言いますか、ええ、そこで考えすぎてしまうと逆に裏をかかれるような、そうですね、だからそこで考えすぎて曲がれ切れば、はい、今度はそこに入ってきますしね、きっちりとつけ込んでくるわけですね。そういう本当に間を隙を与えるときっちりそこに入ってくるっていう、本当に、ね、本当に早草選手が言うようにある意味で一番怖い相手でありますよね。序盤からグラウンドの攻防が続いています。早草選手にしてみれば、ええ、このリングを降りた後で、ええ、この大矢戦というのは
いわゆる爽快感みたいなものっていうのもありますね。そうですね、やっぱり試合終わった後っていうのはこうレスリングっていうのを主体に、本当にレスリングだけでですね、試合終わった後っていうのは本当に、まあ、勝っても負けたんで、負ければやっぱり嫌ですけども、はい、そのやっぱりそれなりに充実感とかっていうのがあるので、それで要するに見てる人が納得できるものであれば、はい、それに結果がついてくれば一番いいってことですから、ね、なるほど、まあ、本人同士がレスリングで満足しても、それが自己満足であってはダメなわけですね。そうですね、それだったらやっぱりプロとしては失格だなって思いますか。ギロチンドロップを落としてきました。やっぱりここでやっぱり一歩踏み込めないんですよね。すぐさっとははははあれで誘っているんじゃないかとかって変な勘繰りとかが出ちゃうんで、そういう怖さありますよね。そうですね、この辺もうまいですね。リーチっぽいですね。ペースを崩しません。今きっちりと肘が顔に入ってますね。はい、ああいうのがあると動けないですね。はい、普段の動きと、はい、カニバサミで倒した瞬間にすでにもう左手を狙ってるわけですね。とりあえずこういうので心理的に動揺させておいてっていう形なんでしょうか、ね、やっぱり例えば今のグラウンドで、顔面を肘でこす、これちょっとえげつない攻撃なんですが、これなんかもかなりポイントとして後で効いてくる。そうですね、変に気持ち的に高ぶったりするんですが、やっぱりスタミナっていうのを証明しますよね。うん、なんかやっぱりこう長期戦になる気がすれば、こうやってスタミナを奪うような技からそれが入っていくというか、自分のスタミナを温存して相手のスタミナを奪うと、そういう技があればこういう締め技の方がやっぱり有効ですから、はいはい、そういうのを重視して使うことがあります。この時は半分意識もろくなってたことなんですけどね。スリーパーはかなり手応えもありましたか、うん、スリーパーのちょうど参加始めで、うん、強みになってますね。これは一度落ちたんですね。そうですね、ちょっとまだはっきりしてないみたいですね。はい、ちょっと表情が少し畳みかくことと違ったんですよ、はい、あった、この辺が大谷選手ですか。シングルフリってやつですね。基本的にこの一発があるから怖いですね。どんなに攻めてもですね、一発で返されるおもちゃですね。これ本当に僕の目標っていうかですね、目標でしたからものすごい効きましたね。そういう風に熱くってしまいました。しかしこの大谷選手のバックドロップの切れというのはすごいですね。そうですね、やっぱり使う選手っていうのはたくさんいるんですけどね、やっぱり物が違うなっていうのはすごく感じますね。まあ、大谷選手は昨日から相手の腰にいるサインがあればどんな相手でも投げてみせると応援してますけどね。あと全部同じじゃないんですね。使い分けっていうのをしててですね、これで決めるぞっていうのと、ペースをつかむためのもの、はい、ダメージを与えるものって全部やっぱり違うんですよね。はは、落とす角度、タイミングとか、はい、来ましたね。これきつい。世間体も何もないですね。直接攻撃ですからね。この辺は一気に高めかけてきますね。大谷選手もうチャンスと見たら逃がさないですね。ねちっこく、しかも確実に攻めてきますね。はい、この攻め方がだからやっぱりレスリングがきっちりと攻めてくるっていうのは非常に辛いところなんですね。はい、怖
考えるとやっぱさっきのバックドロップが効いてるっていうのが左肘のダメージっていうのを考えたら逃げるしかないんですよね。この時は耐えて、とにかく自分のチャンスが回ってくるっていうですね、どれだけ生き切れるかっていう、そのそれだけにかかってるんですね、この辺になってくると。単にラフファイターだったらあの辺りから場外へ引き出して椅子攻撃とかそういうのもあるんですが、逆にそういう方がこれから楽ですね。そうですね、だからその方がエスケープできますからね。こっちとしても何とかしながらそこがきっちり攻められるとですね、はい、こう反撃する間がないんですよね、はい、やっても結局その一発でストップされるわけですから、はい、この辺をしたたかに計算してきますね。アームバーです。これも非常に古典的な技ですよ ね。精神的にすごく嫌なんですよね、こういう技っていうのは。足のグリグリっていうのを、ただ痛いだけじゃなくて、やっぱり精神的にダメージがあるっていうことですね。その分当然計算があるでしょうね、宮選手にしては。大谷選手をやってるとですね、はい、非常にこうロープが遠いんですよ。ロープが遠い、リングが広いっていうんじゃなくてロープが遠いんです、はい、聞く、なかなかロープエスケープをさせてくれないっていう感じがあるんですね。逆に言えば大谷選手が常に自分のポジションを確認して戦ってるってことですか。きっちりそういうの辺を抑えてやっぱりやってるんだなって思いますね。かなり苦しいですね。実際に結構気の遠くなるような痛さがあるんですけどね。決してこう壊そうとかっていうのはじわ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 痛めてやろうかっていう、そういう殴り殺しという、ヘビの殴り殺しみたいな、ものすごくやっぱあの辺も同じ、あそこで別にカバー行く必要なくても、はい、今カバー来て、あの時にきっちりとエビ固めで足まで服してましたね。あれを要するに返すだけのやっぱりスタミナっていうのはどんどん壊れていきますしね。うん、こういうそれで綺麗に決めてくるんですね、技、はい、動きに無駄がないと言いますかね。本当にこうただやってるわけじゃないぞっていう、ただやるそうですね。流れがありますね。合理的な攻めといいますか、左手を離す時間、離している時間というのを攻め出したのは短いんですよね、はい、常にこう自分のポジションをキープして相手のスタミナを奪うように奪うようにして、はい、さあここまた締めていきます。これも効きましたね。本当にこうやって見ると隙がない選手ですね。この時やっぱりこれはもちろん大谷選手がここでホールを取ろうとは考えてないわけですね。この人の場合ってバックドロップっていう技に対してものすごいこだわりがありますから、フィニッシュは絶対にバックドロップで取ってやろうと思ってるはずなんですよ、はい、それは完全に昨日でも決めることもできたかもしれないですね、はい、やっぱりそれはこだわりっていうのはありますからね、みんな。さあロープブロークをミスしてさらにしまいます。この辺になるともう感覚なくなってきてます。相手はサブミッションというよりはもう拷問に近いですね。そうですね、もうこの時は曲がることも伸びることも自分の意思ができないような状態ですから、もう指先にも感覚がない状態ですから、もう握力が全然なくなってないです、はい、そうですね、左腕に全く力が入ってないものです。嫌なんですよね、もうやんなきゃいけないとは思うんですけど体動かないんですよ、この時は。その時にこういう風な攻め方されると無情でやっぱりってか精神的なんですよ、ね、焦りっていうのはすごく出てくるんですよね。15分が経過しました。中盤でも大ピンチを迎えています。
この時は大阪初登場っていうのもありましたし、はいはい、リーグ戦公式戦ですね、絶対に負けられないっていう気持ちがものすごく強かったのですね。大阪ドリというのは新生 FMW の一つの大きなテーマになったわけですからね。そうですね、まあ、大阪に限らず、はい、初めて行くところっていうのはやっぱり、はい、一度でみんなに納得してほしいなっていう、うん、そうですね。例えば初めて会場に行って新生 FMW を見たお客さんはその試合だけで変化してしまうわけですからね。それをやっていかなきゃいけないなって思ったことがあって、はい、本当に必死だったんですけど、はい、でもこの頃も受け身でまともに取れるんですよね、はい、大体の手向けだけで受け身を取っている状態ですからね、はい。ということは逆に言えば右手にもかなりもう負担が来てるということですよね。うん、この試合で確かに打ち返しに打つやるってタイミングがいいんですけど ね、すぐ自分が攻め込みなんですね。うん、これですぐ一気に畳にかければ勝機というかですね、いうの勝ち目あったと思うんですけどね。これチャンスですね。ヒットしました。トップロープ前の叩き込みヒロです。しかしこれ左手で腕打ってますね。やっぱり自分にもダメージのある技ですからね。はい、やっぱり早草のファイトってこういうもんですから、はい、なんか変なのをしたくしないですからね。非常に厳しいお客様の方ですけどね。あと勝ち進行でパスです。これがあってこそ早草だというお客さんの見方があるのはこれ事実ですからね。やっぱりそう思ってる人がいるんだればそういう試合をするっていうのはやっぱり、はい、プロフェッショナルとしては当然だろうと思いますし、それを怪我してるからどうなってもやっぱりおかしいですよね。さあここに行った中堅スタープレスですね。そういうか、判決で返されるやっぱりもうちょっと攻め込んだ後に使わないと無駄になりますよね。分かってはいるんですけど、なるほど。今こうしてみると改めて見るとそういう焦りみたいなものを感じます。すごくやっぱりこうさっきまで攻められたことがあるので、はい、すごい発言が攻めすぎたっていうのは、そしたらやっぱりそれ以上は攻めさせないっていうのはやっぱりありますね。また人の大谷選手のペースです。早草、早草の声援が飛んでいます。嬉しいですね、こうやって応援してくれてるっていうのは。だからこそ負けられないなっていうのはすごく試合中でも感じてましたし、試合中に早草という声援が聞こえることっていうのもありますか。そうですね、やっぱりこの応援してもらってるっていう声っていうのは僕は最初ほとんど聞こえないんですよ。ただ、はい、その雰囲気っていうのは気持ち自体のことが伝わってくるんですよね。はい、やっぱりそういう感じっていうのがあれば、うん、力になりますし、すごく、うん、苦しい状態が続きますね。だったらここでちゃんと返して攻め返さなきゃいけないっていう気持ちもあるんですけど、とにかくもうブレイクするしかないんですよ。できないんですよ、分からない。なりふり構わず、うん、あっとこの辺もですね、主観ストレッチも出てきますからね、はい、こういうのって普通のスタイルにはてか日本でやってるレースにあまりないわけですよね。そうですね、これきっちりその後こうやってグラウンドに移行して、威嚇してますね。とにかくこの大谷選手引き出しの数が多いと思いますか。そうですね、やっぱり次に何が出てくるかっていうのはですね、はい、セオリー通りに攻めてきたかと思うと全然また違う引き出し開けていきなりポンと持っていきたいと思いますね。
試合経過とともにやっぱり8月31日一番暑い盛りですもんね。しかも大阪ですからね、かなり汗の量も多くなってきました。こうなるとグラウンドっていうのは攻めづらいはずなんですけど、はい、なんかね、そういうのを感じさせませんよね。確実に優勝優勝感じたときにポイントを抑えてるから、はい、ずれないんですよね。フィニッシュ取るためじゃないっていうのがありますから、それで十分なんですよね。サブミッションの力任せに締めるわけじゃないわけですね。フィニッシュが自分でそのダメージを与えてやろうって、少しずつこう取れなかったんですね。もう一発ラブラクになってます。2発目のジャストリード、この辺コール入ってますね。最後に少しずつそういう状態とか体勢に入ってきました、ね。後頭部に来ました。左だと後頭部っていうのは効きますね、やっぱり、はい。見えないところから飛んでると思いますね。なるほど。一瞬意識が飛んでしまうような、ラディアートとかの技って取ってみれば、やっぱりパワーのあるグラジエーターとかが効くんですけども、はい、使い方っていうのはやっぱり壊れてますからね、はい、それで決めてやろうっていうんじゃないんでですね。 DDT です。全く受け身が取れる状況じゃなくなってますね。スイングバックというか、本当にこの技のバリエーションというのはこの人は多いですね。全く読み切れないですね。ターンが攻めたようになっていますね。ふわふわ取れて返しました。ここでもスモーヤ選手はもうロープブレイクが可能な位置につけているという、もう左手の力が入らない、締め切れないんですね、はい、きっちりと。そういうのもきっちり計算してますしね。これはこれはつみたい、完成したいな。もう相手の足を襟固めにロックできる状況になるんですね。そう、もうとにかく座ってるんですいっぱいっていうか、見たったらですね、あそこからきっちり行動しなきゃいけないんですから。ここでようやくペースをつかめるか。そう、予想通りマラソン勝ちの気がした。さあ、かなり引き離したな。よくなりました。さあ、ここから何とかしてフィールに行きたい。フィールやっぱり自分のダメージで、はい、すぐカバーに行けないんですよね。はい、もうちょっとまとめて戦うと戦うと戦わないと、はい、僕の人って韓国で返す余地を与えてしまいますよね、はい、とさあ、クロスキックに入りましたよ。これで、あ、飛びますね。さあ、助走をつけて三発飛びの手ぐらいに決まりました。特にスティングですからね、かけた後自分自身もできなくなるんですね。なるほど、苦しいですね。ここからつなげないというところが非常に苦しい。この左腕はほとんど動かない。さあ、リングに上がった。ここからですよ。そういう式の高さが出ないですね。やっぱりダメージが蓄積されてますね。ここで本当だったらまとめて一気にガーッといかなきゃいけないはずなんですけど、ね、はい、それができないんですよ。さすが邪魔です。フックをしっかりと入ってますが、やっぱり外れてしまいました。残り5分です。爪の点から落とした。爪の点から落とした。
全国でレースに出ます。この技の痛くきつさっていうのは自分の体で知ってますからね、はい、それでも貫徹まだやっぱりカバーに入るタイミングは一つ二つ遅れてますよね。そうですね、あそこですぐサッとカバーに行ければまた全然違うと思うんですよ、はい、振り上げ一気に立たして、はい、その辺が何とかなるんですよ。その時間にね、うん、狙ってますね。痛恨の企画ですね。やっぱりこれを決めれば絶対に返さない自信があるんですよね。フェニックス、スプラッシュ、そしてパラパラといくつかあるんですけど、その技っていうのは確実に外してきますよね。アニメのクリパー本当にやばいなと思いました。自爆した肉体的なダメージはもちろんですけども、うん、これは外されたという精神的なものではないっていうふうな感じになりますね。これを持っているっていうのはやっぱりそれまでその分余裕っていうのが本当にあるんですけど、あの技さえ決まればというものは、うん、ただ返すだけじゃ下げられないですからね。ディフェンスの芯もオフェンスも即つながってるという動きが連動するんですよ全部、はい、この回復って本当に怖いですね。そのカミキスボックス、これも効くのは手を固定されるともう頭から落ちるしかないってことですね。その分ダメージってのは大きいですけど、2ダメージは効きますね。確実にこう手を叩きつけてっていう結局大谷選手のこのフィニッシュに至って一番ダメージの取れる技はどれかということをもう選んでるわけですよね、はいはい。僕自身はもうさっきのフェニックスを返せって外されたことで、体のダメージもありますから、攻める体勢にもなれないっていうので、もう頭の中にパニック状態といいますか、もうとにかくやられるだけやられて、とにかく返さなきゃっていう、それだけなんですね、この辺まで。狙いすましたね。あるよ。苦しいです。もうこの頃はほとんど意識ないですよね。今の一発で。次の一発狙います。ここに一発にかかるこの人の確認を果たすんですね。もうこれ本能ですか。そうですね。とにかく負けられないっていう気持ちだけですよね。はい、サンドファイヤー、あれをちゃんと体重を乗せるカバーするのは分からないんですけど、そうですよね。それがやっぱりできてないんですよね。エゴニカにも回数にさえ入らないという、自分のこういう姿を見て非常に歯がゆいというか、そういうのを感じますか。そしてね、なんか未熟さっていうのを本当につくづく感じますね。やっぱりこう大谷さんの下手さっていうのすごく感じますしね、本当に何でも言えるし、本当に怖いわけですね。この分、もう時間が加えてるわけですから、はい、なんとか決めなきゃっていうのがあるんですけど、はい、そこで、こうなるともう先にお互いに残ってる技が少ないですよね。同じように一つの方に、これも危ないですね。同じくすぐにカバーからやってたら、はい、そのチャンスですね。カレーとカウント数、もうカウント数に近いですね。動けないですね。これ時間に引き分けです。この時点での引き分け1点ずつ獲
得という形になるのでですね、このハイブス選手が1点獲得、もしくは1点の失点はどちらになりますか。これの失点の方ですね、全勝でというか、一番最初に勝利したのは、はい、失点を崩そうとしたのかと思うんですけど、はい、引き分けじゃ意味ないなと思いますね。リーグ戦の方は大谷選手というのはこれダークホースと言われてましたけども、やっぱりこの試合になるともうダークホースどころじゃないですね。やっぱり持続力もですね、誰が出てきてもおかしくないかなと思いますし、フランガーリ、ハイコールアリ全員がやっぱりマークついてくる。こうやって試合に行った後に向こうに納得してくれてるっていうのは素晴らしい。自分が自分のことやろうとしてることがめっちゃ良くないと思いますね。それだけの完全燃焼に進むさ、全然全然生かしてきた、完全燃焼が生まれました。そこ徹底的にやってくるし、ただとにかく勝てなかったのはもう負けなかったからいいじゃなくて、とにかく勝てなかったってのは本当に痛いですね。次ですね、いよいよあのナクラチェンター選手との一戦が札幌で控えてるわけなんですけど、この間も負けてるし、本当ケチョンケチョンでしたからね。なんとか一矢報いて、あいつに勝たないと先見えてこないし、とにかく引き分けでよしじゃなくて絶対に勝つつもりで。